食べ物を無駄にするな。数十年前、そんなクレームを大量にしてきた主婦たちに向け、こんな番組が放送されました。キャシーさんの料理番組です。早速今日も料理の先生ご紹介しましょう。はい、四万十川料理学校のキャシー塚本先生です。どうぞ。こんにちは。こんにちは。すいません、もっと上にすんなよ。はい、はい、危ない。よし、くそー。あそこかね。ニンニク持ってきたぞ。バーン。感じよね。はい、どうぞ。お前は可愛いの。全部大丈夫ですかね。よいしょ。すごい。よいしょ。はい、これなのよ。見てちょうだい。うわ、こう混ぜて混ぜてね、はい、ちょっとしつこいぐらい混ぜて混ぜて混ぜ切ったとこ。さあ、何ですか。それじゃあ先生、本格的にやっちゃうわよ。これからですね、先生ね。フランスパンを用意してほしいの。はい、はい、難しいですからね。このフランスパンをね、はい、だいたいそうね、5等分ぐらいに切ってちょうだい。はい、わかりました。うん、じゃあこれ涼子ちゃんの仕事だからね。はい、メモなんかあるとね、書いててくださいね。そうね。いや、もういいよいいよ。そうですね。じゃあこの、この、ね、男性の私がこう、力仕事はお任せください。これで、もう手でいっちゃいましょうか。手でいっちゃいましょう。もう、時間かかると何時間。あのね、こういうね、苦労も必要なのよ、料理には。そうですね、これね、料理ね、出来上がった時がね、またこれ嬉しいんですよね。これがね、あの、愛情なのよ。いいかしら。はい、5等分できました。はい。でね、5等分になる前だよ、これなのよ。いろんなでね、はい、あのこねるだけこねてちょうだい。はい、で十分これこねきたところ、ボーン、ワンツーワンワン。これ、ね、軽くでいいね。はい、軽く叩きましょう。はい、軽く叩きます。繊維を潰さないように。これは数十年前、お笑い芸人の松本人志が行き過ぎたクレーマーたちへの当てつけとして作った番組です。ドラマでは食べ物をむちゃくちゃに扱ってもほとんど文句を言わないのに、なぜバラエティで同じことをすればバラエティだけにクレームを入れるのか。この後スタッフが美味しくいただきましたと毎回テロップを入れるが、ぐちゃぐちゃに床に散らばったものでもそのテロップ一つで何も文句を言わなくなるのはどういう思考回路なのか。床に散らばったものを人が食べる方がダメじゃないのか。そもそも動物を食べ物だと多くの人は認識しているが、動物が食べ物だと勝手に決めているのは人間であって、はなから動物というのは人間に食べられるために生まれてきたわけではない。その動物を食べ物として扱うのもセットの小道具として扱うのも変わらない。変わると決めつけているのは勝手な人間の倫理観。お墓にご飯を備える文化が日本にはあるが、あのご飯を本当に死んだ人が食べるのかというとそういうわけではない。多くの場合結局あのご飯はゴミ箱に捨てられる。ということはつまり、誰の口にも入れられずに最初からゴミ箱に行くと分かっていてそのご飯を炊いている。そのご飯はもったいない。無駄ではないのか。無駄ではない。なぜならそこには意味があるから。ではセットの小道具としての食べ物は無駄なのか。無駄ではない。なぜならそこには意味があるから。もし教育上良くないというなら、そんな一テレビに左右されるような教育を施している親の問題ではないのか。実際昭和はもっとエグかったと言われています。その昭和の子供たちは今十分に日本の要となっている。過剰になりすぎていないか。日頃のストレスをクレームという形でメディアに向かって発散していないか。その一つのクレームで何人の大人が仕事を失い、どれだけの人の楽しみが失われるのか知っているのか。チャンネルを変えれば済む話じゃないのか。このコントに隠された問題提起は世間への矛盾と怒りです。しかしその問題提起も及ばず、今はその当時クレーマーたちがしたクレームが現代の倫理観を形作っているので、非常に感慨深いなと思いました。うん、そんなの料理じゃないじゃないですか。なんだ、料理じゃないじゃないですか。何で料理じゃないじゃないですか。こんなの上乗って汚いじゃないですか。下歩いてた靴で食べれなくなった。なんだ、汗やめろよ。ねえ、ちゃん、あの、けんHa ha ha ha!
笑